15分前ぐらいまで寝落ちしてました。やばい。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。あ、すーちゃん待機ありがとう。お、ポポさん待機もありがとうございます。こんばんは。もくちゃんもこんばんは。ママちゃんこんばんは。誕生日おめでとうということでありがとうございます。しびさんも待機ありがとうございます。トーキーさんこんばんは。かよちんこんばんは。誕生日おめでとうということでありがとうございます。でも昨日麻雀大会が終わって誕生日おめでとうございます。普通はまだ寝ない時間に速攻寝てました。もうなんかね、遅れてから誕生日おめでとうとかね、 DM とかメールとか LINE とか来てたんですけど、もう爆の推移でしてめちゃくちゃ寝てました。みんなはあの後寝ましたか？わありがとう。これちなみにガチの誕生日なんですよ。あの設定じゃなくて。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。スタバの抹茶フラッテチーノとメロンアイス。おやつ持ってみてくれてありがとうございます。こんばんは。聞こえるよ。ありがとう。こんにちは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な一年にしてください。ありがとう。こんばんは。聞こえるよ。ありがとう。エリシャルさんもこんばんは。よかった。今日は軽く振り返りとか。大会お疲れ様でした。あ、そうですね。まず大会ちょっとね、今日はあんまり普段ね、見てくれてる人だけ見てくれればいいかなっていう感じでね、告知しなかったんで。そうです、ガチです、ガチ。あ、みどりちゃん、こんばんは。ありがとう。4時はだいぶ遅いね。麻雀大会お疲れ様でした、皆さん。どうでしたか、麻雀大会は。今日はなんか、こじんまりとみんなね、仲いい人とやっていただけたらと思って。あ、ひろしーさんもありがとう。おはよう。おはよう、デレデさん。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。とりあえずね、昨日麻雀大会どうでしたかって。実はね、あの後ね、まあみんながみんなすごいいい意見をくれたわけじゃなくて、何でしたっけ、泣きの判断遅い人が多いのがストレスだみたいな意見とか来て、そんなことにまで不快になる人が いるんだって思っちゃいました。うわ、ありがとうございます。高評価もくれたということで。こんばんは。こんばんは。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。お祝いするためにこちらお寿司とビールを買い、配信見ながら一日楽しかった。私より豪華なもん食べてるな。私まだケーキも何もね食べてないよ。こんばんは。こんばんは。お誕生日おめでとう。ありがとう。本当にありがとう。なんか特にケーキも何も食べてないのと、誕生日プレゼントも何も買ってないんですけど、まあ、でもこうやっておめでとうって言ってもらえるだけで嬉しいということで。誕生日おめでとう。わあ、ありがとう。毎度こんばんは。お誕生日おめでとうございます。わあ、ありがとうございます。パッキーさん、ちょうど今ね、麻雀の昨日の大会を少し振り返りをしていて、まあちょっといい意見もあれば悪い意見もちょこっとあったってことで、まあ2回目はねどうしようかなっていう感じなんですけど、まあ全員が全員ね楽しかったっていう形はなかなかできないしね、難しいよね。麻雀大会スタートから3立てだったからどうなるかと思ったが、それなりだったのでよかった。言ってましたね、3立てだったって。KP したいラバリュー。乾杯しますか。そうそう、なんかね、やっぱり初心者の方とかもいるじゃないですか。でそういう人たちがあの時間いっぱい考えるのが遅すぎてイライラするとかね、いう意見してきた人とかもいてびっくりしましたね。まさかそんな発想のある人がいるんだと思って。麻雀大会結局一戦しかできんかった。あ、そっか。まあ時間がね、なかなか合わなかった人とかは参戦できなかったかもしれないね。もっと参加できたはず。もうちょっと頑張ればよかったかな、ラバリュー。いやいや、だいぶ参戦してたよ。びっくりでしたが。確かに確かに。ただ、何ですか、ジャンタマの大会検索機能とかで、あの普段うちに来てない人とか全然 YouTube とか見ない人にも表示されてるんですよ。麻雀界隈もなかなか大変みたいですね。そうなんですよ。なのでまあそこで見つけた人たちが荒らしてたりとかもあっただろうし、で本当は参加資格を雀士以上とかにできるらしいんですよ。せっかくコラボだから最初はコラボの人たちと一曲やればよかったかもね。あー、なるほど、そういうのもいいか。手内容に入れておくと良いかも。そうですね。だからまあいろんな人がいて、なんていうんですか、強い人と戦いたいっていうコンセプトじゃなかっ
ったんですよ、私的には。週末にみんながね、こうご飯食べたりお酒飲んだり晩酌しながらゆっくりみんなと交流を楽しんでくれたら、その中で1位が決まるよみたいなイメージだったのが、まあすごい強い人たちと戦いたい人もいたんですかね。雀荘貸し切ってリアル麻雀大会やりたいっすね。リアル麻雀ですか？打ったことないですからね、リアルは。まあそういうのもあって、なかなかね。嵐って何ですか？ちゃんたまでそんな陣内たんや。対局がすぐ始まったのに最初からずっと回線切れで放置している人とか。いぶきさんは今日なんの見ながら話すんですか？今日はとりあえずジュース買ってきたんですけど、お酒は飲んでないと。なんかね、最初から回線を切ってみんなをこう待たせるっていうか、回線切れた人ってね、時間いっぱいね、1分とか待たせるんですけど、それをね、なんかね、ずっと放置する人が何人もいたみたいで、でも人が多ければ多いほど自分の時たまたまそうだったのかなってみんなも思うから、嵐とまではね、2曲連チャンだった。ああ、そうそう、そういう人はね、まあ、多分気づいたんだと思うけど、私は同じ人とね2回とかあんま当たんなかったんです、連続しては。だからこの時だけ電話かかってきたのかなとか思ってしまって、それは迷惑ですね。そうそれがあったんで気づかなくて、なんかそれがマッチしたの気づいてなくて放置しちゃったんかなとかね思ってしまって、気づくのが遅れて、で、あの雀心とか、あの初心からもう参加可能にしちゃうと、作ったばかりのアカウントとかでも荒らせるわけですよ、入れちゃうから、嵐が起こっちゃうんだって。だから次からはちょっと団員戦した人じゃないと。夜中は割と当たってました、放置勢。あ、そうなんだね。私も一回会った嵐みたいな人、嵐なのか嵐じゃないのか。そう、ちょっとね、私も分かんなかった。よくよく考えたらね、1戦目からパイオツという卑猥な名前の人とマッチして、その人最初から回線切れてたんですよ。もしかしてその人もそうだったのかなと後々は思ったんですけど、その場では少しもそんなこと思わなくて、分からなくて、まあ、やったこともなかったから。ジュース取ってくる。お、いってらっしゃい。一回もね、やったことなかったから分からなかったしね、次からやるなら、そう、雀士多少団員戦やってないと参加できないようにしたりとかするとかね。あと60秒だとね、 CPU に変わるまですごい時間かかるから、まあ、もう60秒やめるとかね、団員戦と一緒で5秒プラス20秒にするとか、なんかね、新しい名前呼ぶの躊躇してたやつのわらわら。そうしかもめちゃくちゃトイレ行きたい時に最初からそれやられちゃって、そういう感じだったりとか。大会初日、私も嵐ではないけど回線落ちで3人はパイ捨てるのに、その人で止まってて、みんなで怒りのスタートでした。いや、だからわざとだったんだね。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ナルセさん。お誕生日おめでとう、ありがとう。私は本当はコーラ飲みたいけど、お腹いっぱいだから炭酸水飲む。お、炭酸水いいね。体にもいいし。なるほど。あれだけ人数いましたし。中には嵐目的や内容のハードル高めに設定してる上級者も中に入る。そうみたいですね。パイオツ、こんばんは、前蔵さん。こんばんは。お、ゆめちゃん。こんばんは。ありがとうございます。気にかけてくれて。怪しいと思ったら、経歴見てみるのが良いですよ。おうち勢は一戦たりともやっていないので。なんかね、自分もその対局中だったりとか、今何人ぐらい待ってますよみたいなので、もう頭がいっぱいになってて、そこまでの発想に至らなくて、まあ、今回いい経験になったんで、もし2回目とかやるんだったら、その時は例えば雀士以上とか待ち時間を、なんか短くしたりとか、ブラックリストを入れたりとか、もうちょっとね管理しながらやれればいいなと思ってて、まあうまくいけばね、お正月なんかに次どうですか？みんなお正月、年末年始とかでお休みで、まあ、年末年始の31日とかは、まあ無事完遂したので良しとしましょうよ。まあね。お誕生日おめでとうです。お、スラタンさん、こんばんは。え、スーパーチャットもありがとうございます。スラタンさん、賞金と景品もらってくれないですか？そして昨日、そう、あのデルデさんが最多参戦賞だったんですけど、昨日はね見せれなかったんですけど、急遽ねデルデさん用の
アッキーのデザインできたので見てください。こんばんは。あ、ミカちゃんこんばんは。お正月とかの3月に、まあ、ナイスパ元旦とかね、31大晦日は忙しいでしょみんな。スーパーチャットありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。わあ、ありがとうございます。なんで2とか3とか三が日中とかにね、また麻雀大会とかいいんじゃないですかと思って。でそして昨日あの最多ゲーム参戦賞のデルデルさんすごいな、おめでとう。ちょっとね作ったんで見てください。じゃん、というか作ってくださいました。こな、な裏と書いてあって、ナイトキングカップナンバーワンインゲームズプレイドと入って、アクキーくれんのわらわらえ、どうですか。てしまった感、いや、まあ、静かに聞いてましたよ。スペースはね、周りの宅の稼働とか気を配りながら頑張ってたと思いますよ。そうで、なかなか嵐までね気がつけなくて申し訳なかったんですけど、これがあの最多参戦賞の方のデザインで、またちょっと違って、文字の色も白になったりとか、年末年始麻雀に良いと思います、ね、お月様の色が黒になったりとか。普通に私は、あー、そっか、まあなんで2とか3とかね、大晦日元旦忙しい人もいるでしょう。なのでもうみんなのサブイベントとして2とか3とかにどうかなと思って。年越し耐久戦ですか。自分はちゃっかりもらえますよ。あ、もらってください。でもデルデさんのツイッターがわからなくて、連絡先がわからないので、よかったらツイッターのフォローをしてください。素敵です。そしたらそちらであのね、送り先とかをの話し合いとかをさせていただいて送らせてください。で今まだ見てらっしゃったら、スラタンさんももちろんまた違うねデザインのやつありますんで、それをプレゼントしましょう。スラタンさんはね、飛び込み参加してくださったみたいだったので、多分見てないかな。嵐を待とうホトトギス嵐が来るまで嵐を待とう。さ、スラタンさんはこっちね。スラタンさんはここに名前がスラムタンクって入ってるやつになりますので、あ、そういうことね。はい。アクキーデザイン好みなのでいただきます。賞金は次に持ち越しでいかでしょう。わかりました。フォローしてます。え、なんていう名前なんだろう、全然わかってなかったんだけど、私気づいて ないだけ。スラタンさんはね、参加はできないけど、わかりました。松井武器さんと過ごせるのは最高だね。行けるかはわかんないけどね、まあね、まあ、なんか年末年始はまた新しいことを考えましょう。アッキーぜひください。あの、渡しますのでもらってください。ただね、作ってるサイトが今アッキーメンテナンス中で、一応8日以降に復帰予定って書いてあったんですけど、まだ作れなくてちょっと遅れると思いますけど、それでもよろしければ、もちろんお二人ともアッキーお渡しします。こちらが1位の方用ですね。で、名前入りになります。1位の方はで、最多プレイ者の方は急遽になりますけど、名前は入りませんけど、唯一無二のデザインということで、こちら裏バージョンプレゼントいたします。いや、全然アカウント名違うですわ。じゃあ分かんないよ。じゃあ分からんよ。そう、デルデさんか、ね、ジャンタマの名前じゃないと気づかんね、なかなか。じゃあよかったらリプでもください。どのアカウントかわからないので、あの2人とも、送るタイミングなどの何ですか、相談はさせてください。アクキーのね、製造が再開され次第にはなっちゃうんですけど、嬉しいです。アクキーのデザイン好みだと、このお月様に雲がかかったデザインでアクキーということで、じゃあこれはお待ちくださいということで、あの徐々にね、今ちょうど人が集まってますので、ちょっと今日境に私バージョンアップします。見た目が。でここで今までね、一番最初の振り返りなんですけど、私が YouTube のアカウントをね、いただけるだけでありがたいが溢れるよ。あ、よかったです。なんかね、製造が予定通りに再開されていないので、ちょっと出来次第にはなってしまうんですけど、じゃあできた時には連絡しますので、あの発送させてください。ということで、私がね、去年アカウント作ったのが6月の末ぐらいでした。でその時に、外注で、あ、なんて言うんですか、外注で頼んでたんですよ、キービジュアル。それ実はこちらだったんですね。こんな感じでした、一番最初は。これ静止画なんですけど、野暮になるのか、笑い、いやいやいや、これが最初だったんですね。実はもう全然違
ると思うのでみんな見せるか迷ったんですけど、で今年の3月ぐらいに、いや違う、その前にまず最初は水曜日と土曜日の週2日だけの配信で最初は活動していました。でそこからちょっとずつキャプチャーボード買ったりとか、時間増やしたり回数増やしたりしながら年末に向かってやってて、でね、2月か3月ぐらいに最初ね、機材がちょっと調子悪くなっちゃったんですよ。でコード買い直したり機材直したりで、だいぶ2週間3週間ぐらい、そうそう、本当は私喫煙者じゃないんですけど、あの C 社とかがベイプとかが好きで、リラックスグッズみたいな、でも絵の描く人にね難しいじゃん、なんでタバコでいいですって言ったのが最初だったんですけど、でその3週間ぐらいの間に作ったのが今の体というか、タバコやってるんですか。いやタバコやってない、めっちゃ可愛い。そう、それで、その3週間の間に半分ぐらいは頑張って自作したのが今のモデルだったんですけど、髪がどうしてもこの髪型にできなくて、ちょっとこのね、襟足を取ったボブヘアでずっとやってたんですよ今まで。で襟足をいつかつけたいなとか。収益化おめでとう。わあ、小西さんありがとう、こんにちは。今日ちょうどね、見た目バージョンアップするので、よかったら見ていってください。スーパーチャットもありがとうございます。ナイスパ、ありがとう。そう、それで引き継いでるのが、まあ、ちょっとなんていうんですか、可愛いけど意地悪そうなこう顔つきっていうのと、目の色と、いつの間にか VTuber になってた、うん、そうなんですよ。で、まあ、ちょっと目の周りがピンクっぽいお化粧とか、ちょっと固まったな、固まったか、そういうのは引き継いでいたんですけど、なんでいきなり固まったんだ、ちょっと待ってください。引き継いでたんですけど、ちょっとだいぶね、見た目が違くて、ちょっと待って、大丈夫か、固まったか、はい、だいぶ違くて、いつかね、もうちょっと近づけて変えていきたいっていうのはずっと思ってたんですよ。で、この度髪型やらなんやらをちょっと変えたのと、服も変えて、ちょっとここの口の下にピアスが開いてたのとかもちょっと再現しまして、バージョンアップしましたので、今からちょうどみんなが集まってくれてる間に固まってる、見せたいと思いますので、よかったら見ていってください。月組へようこそ。あー、まだ紹介してないのに入ってくれた。急に静止がわらわら動いた。じゃあちょっと変えるので待ってくださいね。手先の色かわいい、ありがとう。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってください。まあ今のうちにちょっとみんなに見てもらいましょう。ちょっと忙しい人もここだけ見てっていただければと思いますので、見てってください。じゃあ行きますよ、新しい私、3、2、1、はい。ここ1ヶ月でびっくりするくらい、どうせっとチャンネル登録者増えたね。あ、本当にか、どうでしょう、ちょっと髪の色とかを今までの感じにできるだけ近づけてバージョンアップさせていただきました。見えるんかな、ここ1ヶ月、そうですね、ここ1ヶ月は結構ね、あのショート動画とかが伸びたりとかして、なんかあの増えたんですよね、人がね、増えまして、拍手。まあこんな感じで髪型を今までの最初のイメージにできるだけ近づけさせていただきました。かっこかわいい、ありがとう。だいぶ前に近づいたんじゃない、かっこいい、ありがとう。めっちゃ大人なんだが、スーツ着てるの、これはですね、ちょっと待ってください、スーツか、ちょっと待ってくださいね、エリート L っぽいっすね。こんな感じ、はい、こんな感じです、どうでしょう、ちょっと潰れてますけど、よきよき、ディアボの要素も残ってる、そうそう、今までの感じも一応残しながら極力バージョンアップして近づけていただきました。わあ、ありがとう。まあ一応ね、最初知ってる人は近づいたと思うだろうし、最初知らない人はなんかすげえ変わったのってなるかもしれないんですけど、髪の毛増えた、昔を思い出します。ありがとうございます。これでちょっと外注させていただきまして、あの今回あの髪型を担当していただいたのはヤマロンさんという
方でクリエイターさんにご協力いただきました。1ヶ月前ぐらいに、まあ、ダメ元でできたらこれできないですかって言ったら、あの、いいですね、心よく応じてくださいまして、もう極力近づけていただきました。収益化おめでとうございます。ありがとう。ゴンゲツネさんこんばんは。ちょうど今バージョンアップした自分を発表していたんですけど、でこう、まあ、元々の絵をちょっとお渡ししてこれにできるだけ近づけるようにお願いしますって言ったら、もう本当に再現率を高く、あの、直していただきました。髪動く、あ、そうそう、髪結構動くんですよ。結構髪の毛は動くと思います。こんな感じ。頭の輪っか気になる。頭の輪っかですか。頭の輪っかは一応ね、島根県出身神様設定ですので、まだ輪っかついておりますけど、あとちょっと自分で目のね、お、こんにちは。進化したんすね。収益化おめおめ。いや、ありがとうございます。おはよう、切れましたね。そう、それで目の周りのお化粧とかもちょっと一新したりとか、眉毛も変わったりとか、あと口の下にピアスがついたりとか、そこは自分でまた手こ入れしてバージョンアップしてきたので、まあ、前の感じとねそんなに差はないようにしたんですけど、髪型を変えたからだいぶ大幅にイメージも変わったんだと思いますけど、これが新しい私です。今後ともお見知りおきをお願いします。ということで、これがバージョンアップのお知らせでした。そしてですね、これを機にちょっと挨拶決めようかと思いまして、挨拶行きましょう。挨拶とかね、ようやく決めました。メンバーもグッズもできてる。ちょっと待って、それ どこから先行く。じゃあ分かった。そうですね、まあ、すぐにね、なんかみんなたくさん売れるとか思って作ってるわけじゃないと思うんですけど、私ずっと誕生日までに収益化を叶えたいと思って活動してたんですよ。あんまそんなこと言わなかったんですけど、誕生日までに収益化できないならもう変な感じだ、WW、もうやめようかなと思ってたんです。だって1年以上やって1000人にならないならもう才能ないかなと思って、そこをめどにと思って活動していたんですよ。で、夏直前まではちょっと行かない、このままのペースでは行かないなっていうふうに思ってて、だいぶ焦ってて勝手にね。で、まあ、ようやく達成なんとかしたってことで、まあ、これはきっとこれから先も忘れることのない1年だなと思ったんで、それでまあグッズ作りました。誕生日プレゼント決めた。いぶきさんのグッズ全部にしよう。あ、いいよいいよ、なそんなしなくても。お母さんに今度行ってみる。ありがとう。へえ、いぶきさん人柄いいのに、ね、ありがとう。なのでこれね、1000人記念グッズ、別にみんながグッズ買うほどのねファンとかじゃなくてもそれは分かってるんですけど、でも記念になんかしたくて作りました。 T シャツのデザイン、こちらリーちゃん、よく私のチャンネルに来てくれている私の学生時代からの親友なんですが、あの、いろいろすり合わせして今回このアートを作っていただきました。まあ、今の私の髪型を引き継ぎつつ、ゲームとか、まあ、たこ焼きとかね。銀盾、それは遠い、それは遠いね、それは遠いですけど、こんばんは。で、ここが、来るの遅れました。こんばんは、ヨムちゃん。で、これがうちにいる猫ちゃんのデザインをしていただいて、こちらのデザインをですね、 T シャツとコップにしました。かわいい、はい、こちら T シャツです。かわいいね、ありがとう。で、コップもこっちにしました。かわちい、かわいい。もうだいぶお気に入りのデザインになってくれて、もう大満足してるんですけど、かわいいね、かわいいよね。で、 T シャツがこの一番安いやつじゃないと、かわいい、原価が高くて私びっくりしちゃって、私最近こういうのあんま作ったことなかったので、2800円ぐらいで作れるんかと思ってたんですよ。いや、まあ、みんなの無理のない範囲でね。だけどこれ今見本で黒見せてるんですけど、白から黒色選ぶだけで800円プラスとかで、ちょっと高いんですよね。で、コップも本当はあのサーモスみたいな保温保冷ができるやつにしたかったんですけど、それも結構高くて、まあ、あんまみんなになんかね高いもん売りたくないし、サイズはね、キッズもあるしレディースもメンズもあって、
S から XL XL とかまで全然あるので、あの大きく着たい人とかはね、え、可愛いでしょ、大きく着たい人とかはあのサイズ大きく買ってください。そんなかかるんや、わらわら。最初はねちょっと緩いシルエットの T シャツにしたくて、で緩いシルエットで黒で、あと背中に線って入ってるようにしたかったんですよ。私はここら辺にちっちゃく線サブスクライバーズって入ってて、表はこれっていうのを最初したかったんです。いくらか気になる。そしたらそれは原価でも4500円ぐらいになっちゃって、ちょっとさすがに高すぎ、原価でですよ、儲け取ってないですよ、儲け取らずに4000何本になってさすがに高すぎと思ってそのプランはやめました。なので片面プリント の, あのそういう緩いシルエットの T シャツはやめて一番安い T シャツにしました。値段は3060円です、白だったら。でも黒にするだけで3700円ぐらいまで上がるかな。で本当はサーモンなんかね、その保冷にしたかったんですけど、そのグラスにしたらそれも原価だけで3000何歩で、そう高なんないと思うけど、高いでしょ。マグカップないんでしょうね。私は聞かない方が良さで。いやそんなことないよ。あると良さそう。マグカップもねあるんですけど、全体的にまあね、こういろいろ物価が上がってるからか知らないですけど、結構高かったんで、極力安くで私も儲けをほぼ取らずにさせていただいて、グラスは2420円と、 T シャツは3060円という感じになりました。これもう一番安いのをとにかく探して作らせていただいたんで、もう難しそうですね。もう原価が高かった。私もいや私だったらここまで高いと買わないかもなっていうぐらいの値段になっちゃったんで、もう極力安い商品を探して作った形で今こんな状態。まあイラストは結構ね可愛くて普段も使えるようなデザインに作ってもらったのでね、もしね気になってくれた方は今すぐじゃなくても、まあ、買っていただいたら嬉しいなって、もうみんなが身につけてくれてたら嬉しいなっていう感じでした。でこちらのデザインを作ってくれたのはリーちゃんと。もうこの際儲けや。いやまあでも100円だったかな、100円だか200円だけ載せてるかな。何サイズまであるんだろう。ダバリュー、キッズもね3サイズぐらいあったような気がするんだけどね。白と黒の違いは何だろうか。なんかね、マグカップなら会社でも使える。マグカップじゃあ後から追加しておきましょう。マグカップはマグカップね。そっか、会社とかで使う方もいるか。会社で使ってもらえたら嬉しいですけど、なんかね黒い T シャツだとこのプリントするなんかね質がなんか変わるみたいで、印刷代が上がるのかな。白だと目立ちやすいけど黒だともっと違う印刷が必要みたいで、黒にしただけでね高くなっちゃうんですよ。なんでそれはね黒の人は我慢して買ってもらうしかない。例えばショッピングモールとかでこれ着て誰かもこれ着てたら見バレするじゃない。そんな日が来るといいね。花はリーチ帽。そうです、花はリーチ帽をねこう鼻の口の上にこうやって鼻の間に挟んでるようにデザインしてもらって、周りはこのたこ焼きで料理配信で一番最初にやったんで、鼻のところリーボーなのよ。そうこれリーボーなので、今までの配信内容を詰め込んでいただいたと、ゲーム配信とか料理配信で一番最初にやったたこ焼きとかをまあ、散りばめてもらって、で、あ、よしくんこんばんは、ゆっくりしてってね。で髪型は一番最初引き継いでもらって。本当だ、リーチ帽やダバリュー。そうなんですよ、何気に麻雀要素とかお料理要素とかゲームとかを盛り込んでもらったデザインになってて、でこのねサインを考えてくださった方は概要欄に載っとると。こんばんは、誕生日アンドアームくん、ありがとうございます。ヤクシャスさん本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。買ったらもしかしたら寝巻きになるかもだな。そうそうそう、多分私と一緒の県の陣以内だ。バリュー知らんけど猫ちゃんいる。猫ちゃんがいる。たこ焼きはまあまあ、こんなに上手にできたって。たこ焼き最後らへんは上手にできてたと思うけど、まあでももう本当それ寝巻きにでもなるような。お掃除要素わらわら。いやお掃除要素ね、雑巾はかぶってなかったですけど、まあ、麻雀要素は唯一この鼻の下にねリーボーをかぶってるのと、服がね中華系の服になってるっていう話で、まあ、これが記念イラストアートと
で、このサイン考えてくれた人とか髪直してくれた人とか、この T シャツのデザインの方の紹介は概要欄に置いてますので、気になる方はそちらでご確認ください。そしてね、麻雀の方の服も実は変わるんです。実はちょっとそっちもついで見てもらおう。いきなり変わってたらびっくりするだろうし。じゃあこれかな。ちょっと麻雀の服も見てもらいましょう。新しくなりました、こっちも。まあ、1000人までの記念ということで、このイラストなんですけど、麻雀の方はこうなります。じゃん、赤い麻雀の服に変わりました。ちょっとチュンリーを意識してこのような形となりました。麻雀はこんな感じか。今度から麻雀はこちらの赤い服でやっていきます。これ以上はもう素晴らしい、ありがとうございます。まあ、こんな感じでいって、このサインはマイクラで作成しても良いのかな。あ、もちろんいいですよ。可愛い、戦闘力高い。ちょっとあのスト2のチュンリーを意識してこの服にしてみました。ありがとう。まあ、最近麻雀のね、ありがとう。かわいい、後ろ見たい、後ろが見たい。お団子かわいい。今度は袖は大丈夫、袖大丈夫じゃない、ちょっと見てくれ、ちょっと破れ、ちょっと破れとるよな。ラ胸元が素敵ですね。胸元はね、ちょっとあんまり谷間とかないようなね。手伝い必要だったら手伝いますよ。そうですね。中国人みたいな服。そうそうそう、キャラクターを後ろ見せてほしい。はい。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じです。どうだろう。ちょっと脇やべえな。ちょっと破れてるかも、脇。ちょっと破れとるかもしんない。はい、こんな感じか。脇破れてんな、ちょっとチャイナ、ちょっと脇破れてるから今後これ変更かかるかもしれませんね。これはちょっと脇が破上してるってことで。雀荘のお姉ちゃんっぽい。本当ありがとう。見たい。南国さん、なんかちょっと破れてね。おう、後ろはこんな感じなんだね。そうそうそう、なんですけど、はい、今後ちょっと破れてる気がするので、なんか変わるかもしれん。いや、それは、ね、こっちも後ろ見ますか、よかったら。はい、あ、でもこんな感じですね。配信の操作するやつ見せながらやる配信者初めて。だって出ちゃうんだもん。はい、後ろこんな感じです。まあ、後ろの髪も結構揺れてると。皆さん作ってくださってありがとうございました。本当にもう期日までにみんな仕上げてくれて、え、息が破れてるの。いや、もうじゃ麻雀会黙っといて、じゃあもう黙っといてください。脇破れてること、ちょっと破れとる気がするんだよね。さん、少しテスト作成しないといけないからまだ大丈夫ですよ。あ、俺は固め隠れてるモデルの方が好きかも。あー、あれね、あの普段の裏の姿ですね。あれも一応ちょっとね、一新すると思いますけど。出てきそうと思うのはうちだけかな。あ、本当ですか。いいですね。まあ、そっちのスタイルもちょっとね変わっていくと思いますけど、あの深夜用のモデルね、あっちもちょっと髪型とかテコ入れすると思いますけど、あっちはちょっとね時間的に間に合わなかったんで。みんな脇が破れてるのはし、そう、みんな黙っといてな。脇がなんか破れてる気がするから。そうですね、まあマーキーさん、こんな感じかな。ましょうか。そして次が、いよいよメンバーシップ解禁ということ で自分メンバーシップ、あ、メンバーシップの前に挨拶にしましょう。ちょっとようやく1000人になって、覚えてくれる人だけでも挨拶を覚えていただけたらということで考えましたので、こちらお願いします。てん、最初の挨拶はおはようで行きたいなと思ってて、で、まあ最後の挨拶はまたねみたいな感じにしていきたいので、覚えておいてくれると嬉しいです。まあ守らなきゃいけないってことはないですよ。
まあ、その日あなたと私が会うのは初めてってことでおはようにしたくて、ずっとおはようにしたいなと思ってたんですけど、なんかちょっと恥ずくて言えなくて、今まで言わなかったんですけど、まあ、例えば夜でも今日は会うの初めてだからおはようにしたいなみたいな、そういう気持ちがあったんで、おはようで挨拶は行きたいです。そしてなんかバイバイは寂しいので、終わるときはまたねで、確かにおはよう、そう、おはようとまたねにしようかなって思って、確かに、まあいつもの人もいるんですけど、私はもう全体的に今日会うのは初めてだからおはようみたいな感じで行きたいなと。いつも言ってるんちゃん、やられても、そう、まあ夜来ても今日は初めてということでおはようにしたいなと、一番最初はおはようみたいなまたねで、またねで床掃除、メモメモ、思ったより普通の北 W、 いやなんかちょっとね、なんか恥ずかしいんですよ、みんなのところみたいな、そのなちょっと恥ずかしくて、私的に、私は普通の感じで行きたいという思いがありまして、まあおは、まあ、今後変わるかもしれないけど、とりあえずおはようとまたねという形で行きましょう。そして、ツイッターとかで私のことをもしつぶやいているときに、私に見てもらって OK なことは、真夜中通信とハッシュタグをつけていただけると、そのハッシュタグで巡回しますので、よかったらつぶやいてください今日の配信面白かったとか、今日の配信ここ微妙だったとか、恥ずかしいよ、ね、そう、なんかちょっとね、嬉しいけどちょっと恥ずくて、まあみんなが馴染みやすくて普通のやつで私は行きたいなっていう。で、ね、そうそう、誕生日でファンアートいただいたので、ここで紹介もしましょう。じゃん、あれ、これか、これか、ちょっと待ってください、手こずってます。はい、こちらファンアートいただきました。誕生日でどうでしょう、おじゃる丸風の誕生日アートをいただきました。お誕生日おめでとうということで、このね、これなん、デンボでしたっけ、デンボがうちの猫に変わってると。あーちゃの配信でのこんもりという挨拶はあーちゃの叫び声から来てます。そうなんですか。高音部とか苦手っすか。いや、嫌じゃないけど、みんな恥ずくない、そんなことない、あえて普通にしたんですね。え、全然嬉しいですよ、そっちも嬉しいですよ。でもなかなか馴染まないかなと思って、どうだろう、かわいい、高音部とかでも全然いいですよ。めちゃめちゃかわいい、めちゃめちゃかわいいですよね、すげえ。これあの誕生日ファンアートということでいただきまして、かわいい、ね、かわいいよね。でこれ、こういうのを送ってくれるときに、例えばハッシュタグ真夜中通信とかってつけといてくれれば確実にもありますよと。なんか自分でさ、エゴサみたいなして悪口とか書かれてたらちょっと悲しいじゃん。なんで見られてもいいものの時だけ真夜中通信とつけていただければ私が巡回して回るよっていう。これもリーちゃんが書いてくださいました。今回 T シャツを書いてくれた方、恥ずかしくないです。あ、恥ずかしくない。じゃあ、婚姻部でもいいですよ、私は全然。婚姻部でもいいんですよ。最後だけまたねにしますか？おじゃまる。婚姻部部とかはどうすか？いいですよ。何でもいいけど。たまにそのイラストおじゃる丸みたいな姿で配信したりするんですか？このね、イラストちょっとないんですけど、まあ、みんなが平気だったら全然婚姻部でもいいですよ。婚姻部にしますか？じゃあ。婚姻部とおつい部にしますか。でもまたねは結構好きなんですよね、またねも。まあおつい部にするか。じゃあちょっと迷ってきた。みんなが婚姻部とかもあんま抵抗ないって言うなら、え、じゃあそうしようかな。それでもいいの、もしかしていいですか。いいならそうしようかな。じゃあハッシュタグだけ真夜中通信とこうつけていただければね、 X とかで徘徊しますよという、これがまあ決めたやつね。コーンイブニング、コーンイブニング、決め方ゆるゆるは。いやだってほら、なんか照れくさいし覚えれないんじゃないと思って、癖つかないんじゃないと思ったから、まあ普通のやつにするって思ってこれにしたんですけど、コーンイブはどうですかとかね。バイバイは何回やだもんね、コーンイブ。じゃあコーンイブにするか。じゃあコーンイブにするか。まあ嫌だというか、なんかまた会おうねみたいな感じでいいなと思って。コンゼロゼロしなかったのか。そうそうそう。意思由来で。意思由来。コンイブ。略して昆布。昆布ということで。雑巾。
床掃除は却下されたのか。いやもうはずいじゃん、床掃除毎回4位やんか、それだったら。はい、そしていよいよメンバーシップも解禁ということで、メンバーシップはこちらです。じゃん、月90円のみです。バッジはこちら、昆布。おリーちゃんこんばんは。ちょうどリーちゃんのことを紹介したところだったよ今で。メンバッジはこう月がだんだん三日月からね満ちていく感じで、進歩していきます。名前の右横のやつね。ダリュー見たいでええやん。本当ですか。でスタンプはとりあえず0人の状態だと4つ登録できるので、これになってるんですけど、今のでみんながね婚姻部とかでいいって言ったんで、おはようとか変えないといけませんね。おはようとまたねとガーンと草をとりあえず入れたんですけど、みんなが婚姻部でいいって言うんだったら変更しましょうかね。今とりあえずこれになってますね。おはようまたねガーン草と。あ、皆さんこんばんは、ようこそいらっしゃいました。まあ、そんな感じですね。これもう変更できるので変更します。じゃあ真夜中の方から撮ってこんまよ。あ、こんまよもいいね。私マヨネーズ大好きだからそっちとかけてるのもいいかもしれない。メンバーシップ月90円。そうです。コンボスタンプで雑巾が追加ありますか。まあ、雑巾の追加もあるかもしれませんね。とりあえずここから2人でも登録すれば5個追加できるんですよ、スタンプが。まあ、それは結構考えてあるんで、誰か2人だけでもね入ってくれれば5個追加されるという形です。今は最初なんで。あー、テトちゃんありがとう、忙しいのに嬉しい。まあでもこれね、後からでもね変えれるんですよ、このスタンプの内容は。とりあえず今これが0人の状態の最初の4つとして登録されてるってだけなんで、この4つを変えることもできるし。わ、タキさんありがとうございます、いらっしゃいませ。まあ、2人でも入れば5個追加できるんで、まあ、初めの1月ねお祝い気分で100円だけでも入って、100円じゃないか90円か、入っていただけたらそんだけでも5個追加できるんで嬉しく思います。ターキーさんも入ってくれたと、シビさんももう入ってくれたと、あ、ゆめちゃんも入ってくれたんですか、ありがとうございます。とりあえず本当に最初に誰か2人いるだけで5種類追加できますので、よかったら月90円ね入っていただけたら嬉しいという形です。それがまあお知らせのすべてかな。まあ、最近ね VTuber とかになりたい方とかに質問される時も出てきて、これどうやって作ったんですかとかね言われるんですけど、まあ、関わっていただいたクリエイターの方のリンクは概要欄に貼ってますんで、まあ、気になる方とかね、このサインどうやって作るの、私も同じ人に作ってもらいたいとかあれば。入り方を教えてください。入り方ですか。メンバーになるっていうのを押して、この私のアイコンの右横にある白いボタンのメンバーになるってやつを押した後にメンバーになると押すと、支払い方法みたいなのを選ぶことができて、携帯のキャリアとかからねまとめて入ることできます。支払い方法は、まあ、クレジットとかペイパルとか携帯決済できたと思いますけども、そういった感じで。なんかわからんことある？確かキリンさんはあんまやったことがないからね、わからんって言っとったね。まあでもみんなの絶対入れとかじゃないし、気にあんまり深く考えないでください。まあ、今後のために設置しだしたよってだけなので。俺は運営に嫌われてるからメンバーにはなれんな。私ですか。まあでも本当に絶対入ってくれとかじゃないですので、ただこれを機に儲けましたよっていう、それだけのお知らせなんでね。絶対入るから月末まで。いやいや、そんななんか借金取りみたいに言わないでください。どこ、おじじいちゃんは全く見えない。あ、スマホですか。メンバーになるっていうねボタンがあるんで、そこから入れますね。もうそんなの気が向いた時だけね。クレカ登録してもやる。ああ、そういうのもあるんですね。まあなんか今月はちょっと余裕あるから100円なら入ろうとかね、その時だけ入っていただくのでも全然いいし、だいぶ後になってね学生さんとかもいるから絶対入れとかじゃ本当ないですから。ただ
いい機会だからね、設置したってだけで。そして今後は、今後の活動なんですけど、今後の活動はちょっと Vlog とか旅動画もやりたいなと思っておりますが。私も入るから待っててください。いやもうさ、明日か帰ったら入るね。いやいいよ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 いいいいいい。すいません、なるべく早く入りますのでご容赦。いや入れとか思ってないですから。まあでもね、いい機会だから設置するねっていうだけだからね、無理してまで入る必要はないです。全然大丈夫、気にしないでください。入れない、大丈夫大丈夫、学生さんたちもいるし、絶対じゃないですから。本当にもう何も気にしないでください。ただの発表です。これを機に始めるっていう、それだけです。ということで私の発表は以上なんですけど、まあそうそう、今後の話なんですけど、今後は外撮りでちょっとどこかに行って街ブラとかしてきて、それでちょっとプレゼントとかね買ってきて、みんなにお土産買ってきて、まあ応募していただいた方に毎回一人ずつプレゼントとかねしたいなーという願望があるので、そういうのもしていきたいのと、まあ麻雀とかね。え、そうですか。まあでも気軽な感じでね。いや、いいんですよ。じゃあそんな、もうその時も今日投げ銭いただいただけで十分ですから。本当に値段安すぎる。嬉しいですね、そう言ってくれたら。まあでもこれってさ、まあ配信でちょっと飾っていただいたりっていう感謝の気持ちだから、そんなね高い値段にしたってって話ですけど、はい。まああとは麻雀大会か、昨日終わったばかりですけど、不定期開催にはなりますけど、麻雀の大会をしたりとかしたいなっていうのが今後の活動の予定と。誕生日おめでとう。わあ、ありがとう。今更誕生日おめでとうと言ってもらった、嬉しい。もう何歳になってもやっぱり誕生日ね、おめでとうって言われると嬉しいものですね。はい、まあそれが今後の活動の予定というか方針というか、ちょっと登録人数がね増えてきたら、プレゼントの数、プレゼントというかお土産の数を増やすとかねして、みんながあんま行ったことないところに行ったことのあるような気分になるような動画とかね。誕生日おめです。あ、ミーハヤね、町ブラ、ありがとう。そうそうそう、商店街とか、それはね、もうちょっとメンバーが増えてきたら予定しようかなと思ってて、もうちょっとメンバーが増えてきたら、もうちょっとだけ高いプランとかを用意して、なんかそこに入ってる人たちだけなんか麻雀打てるとか、そういう配信もいいかなと。旅配信ってライブになる予定ですか。いやいやいや、動画かな。人数増えたら値段上げてもいいから、年限配信とかお願いします。そうだね、今なんかね、そんな数人でやってもって感じだから、まあ、もっと人が増えてきたら、もうちょびっとだけ値段の高いプラン用意して、その人たちだけが見れるなんかもっとコアな配信とか。納豆クレープをなしゃ。いいね。もうちょっと人数増えたら、その人たちだけが見れる料理配信とか、例えば雀荘配信、麻雀配信とか、まあ参加型もね、混んできて、みんな一回ずつで終わりになっちゃうじゃないですか。なので入ってる人たちだけでやれるような麻雀配信とかしたいですけど、それはまだまだ先の話なので。新大久保行ってほしいです。新大久保いいね。そこで韓国グルメをなんか巡って歩いて韓国コスメ買ってくるとか、そういうのとか。月組へようこそ。え、ママちゃんもうちょっと待っててって言ったのに、もう入ってくれたんですか。ありがとうございます、本当に。自分の地域来てくださいよ。区の運営として自分いるので W。はい。料理配信はいいな、魅力的。なんか料理配信でもうちょっと余裕ができたら、毎週何曜日の深夜は背徳飯みたいな、深夜の背徳飯みたいのやったり、いつもは凝った料理してるんですけど、時短うまはや低価格飯とか、それささっと作って見た目悪いけどみたいなね。電源顔出し配信は、いやー、それはなんか流出しそうだからな。まあどんな人が来るかわかんないしね。まあ、昔ね、他のサイトではね、顔出ししてたこともまああったっちゃあったんですけどね。
やっと入れた。わあ、ありがとう。本当ありがとう。次の目標とかあるの？次の目標、まあそういうディープな場所の、ディープな場所の動画とかにして、みんなに、あ、日本にまだこういう面白いところがあるんだなみたいなのを知ってもらえるような、なんかそういう有名な金閣寺とかああいうのじゃなくて、そこなんとこんなところに創業何年の地元の人だけが知ってるお店があるようですみたいな、そういうのとかをやって、もっとみんなに面白い日常を届けたいなっていう、それが次の目標。七輪料理持って、七輪持ってないねんな。七輪を持ってないですよ。買ったら、でもちょっと待って、私一人暮らしだから換気がやばいかも。パソコンの部屋しかないし、ちょっときついかも。あ、モーターさんこんばんは、遊びに来てくれてありがとうございます。次の目標ね、まあ何でも中途半端にならずに、まあ麻雀とかマイクラとか、もっと腕を上げていきたいですね。電波少年なら100万全部出すまで鈴目魂大配信できないとかだばりゅ。それな、めっちゃ時間かかるよ、それ多分やろうとしたら。キャンプもええですよ。あ、真央吉さんもこんばんは。あ、そうそう、キャンプとか、そういうゆるキャンみたいな、なんかそんな豪華ななんかじゃなくて、誰でも手軽にやろうと思ったらできるところで何かをしたり、なんかこう派手な観光地に行かなくても、別に中途半端じゃないけどね、わらわら。そうかな、だから麻雀ももっと腕を上げて、ラインを上げて、みんながこう、わ、めっちゃ成長したなって思ってくれるような腕になることとかが目標かな。あとね、最近ピアノ買ってね、練習してるんですよ。もともとピアノやってたんですけど、もうだいぶ年月が経って、こんなに難かったっけってぐらい下手で、そういう配信したいな。困ったことや知りたいことは遠慮せず、リスナーさんたちに聞いた方がいいですよ。そうですね、だいたい決まったらね、質問してるんで。うわ、ありがとうございます。もう本当にわからないことはね、リスナーさんたちに聞かせていただいて、アドバイスもらって、でピアノもちょっと練習して、深夜にピアノ配信とかしっぽりやろうかなって思ってるんです。もっと定期配信ね、もっとできるようになったら、こう深夜にポロンポロンピアノ弾いてるような配信をやったり、深夜にもうちょっと力入れていきたいなという、まあ人来ても来なくてもいいんで、起きてる人は見れるみたいなコンテンツをもっとやりたいなっていう。ピアノ配信良いね。そう、まあ、ピアノ練習配信でもいいし、そうだね、もうちょっと人がね増えてきたらやりたいことも多いですけど、年間でさ、なんかご飯会みたいなしたりもいいじゃない。あと、おさいですね、晩酌配信とか。多彩じゃない、もう全然弾けなくなってるもん。俺でも伊達に38年生きてないんで、お、いろいろ雑学、豆知識なら知ってます。お、じゃあ成瀬さんにも聞きましょう。深夜に弾いたら速攻寝かそう。そう、ピアノ弾いてたら視聴者が寝落ちやりそうだバリュー。いやでも深夜のコンテンツのなんかね、イメージってそれなんですよ。みんなが聞いてたらなんか寝てくれるような穏やかな配信を深夜はしたくて、コアなゲームとか、なんか聞いてたら寝ちゃうようなピアノとか、なんかそういうのを深夜にやりたい。もうがっつりみんなを起こすような配信じゃなくて、深夜みんなが静かに寝ていけるような、なんか聞いてたら寝てたわみたいな、そういう配信をやっていきたいので、もう寝落ち歓迎枠ということで深夜はやりたいですね。ネットの裏世界とかね、笑い。そういうのとか、もう今あんまやってない古いレトロゲームの実況とか、なんかそういうやつをやっていきたいですね。それが最近の目標かな。もうちょっと、なんだよ、これで誕生日で麻雀大会も終わって誕生日を迎えたんで、ディズニーの曲とか、あ、そうディズニーの曲とかをなんかしっぽり弾いたりとか、まあ面言とかもしね、やるようなことがあれば、なんかもっともっと少人数で晩酌しながら雑談とか、例えば映画の同時視聴とか、面言でねやりたいなと思いますけど、まあそんなね、もうちょっと人が増えないとね、
そこまではならないと思うので、まだまだ絶対に落ちしない一番下好きやの。いや寝なよ寝なよ、せっかくなんだから。なんであんま激しい曲じゃなくて、ゆったりした曲をなんか軽く弾くような配信とか、まあ、やりたいですけど、ちょっとまだね人に見せれるような腕前じゃないんで、ちょっと無理だね。もうちょっと良くなってきたらということで。あと質問いいですか？さっき聞くの忘れてたんですけど、新しい私は馴染めそうですか？あ、すごい違和感ある？全然違う？そういえば YouTube でメンバーシップ入ったことないな。あ、まあ学生さんはねそんな簡単に入れないしね。学生さんのうちはね無理しない方がいいよ。弾いてミスった時間違えたと思って寝れないよ。いやだからさすがにね、ゆっくりな曲だったらね、たられんじゃん、間違えないぐらい弾けるようになったらかな。激しい曲 X ジャパン、もう馴染んでるで。もう馴染んでる。今度こそ今度こそ、私は B さんを信じます。いぶきさんに嫌われたら YouTube から去ります。そんなことないよ。表情が明るくなった気が。あ、そうですか。でも肌がねちょっと白くなったんで。同じこと考えてた。わらわら。いや例えばドゥ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 みたいなさ、ベートーベンの激しい曲とか弾き出したら寝れないじゃん。わいは元の姿に戻った感じで全く違和感ないな。あ、本当に。あ、それは嬉しい。いかに、もう平気になってきてる。じゃあよかった。じゃあみんなどういう風に言うかなって、最近の姿の方が印象濃いだろうし、イメージとだいぶ違うとか言うかなとちょっと不安だったんですよ私は。まあもともと知ってる人は特に違和感もなく、他の人も違和感なく新しい髪型を受け入れてくれてるってこと。目の色も若干ちょっと緑っぽくなったんですけど。みんな丸く竹本ピアノ知ってます？みんなピアノ売ってちょうだい。馴染んでる。馴染んでる。猫ちゃんがピアノの上に乗ってきちゃいましたとかないですかね。いやめちゃくちゃあります。今もねめちゃくちゃ周り歩いてるんで。わ、もくちゃんも入ってくれたの、ありがとう。ほんと1ヶ月だけでも全然嬉しいので、あんまり無理しないでくださいね。90円とはいえ毎月なんですから。竹本ピアノは寝れねえっていうか、まあなんか WW もうちょっとね穏やかな曲とかね、 J-POP とかね。全然気にならんよ。全然気にならない。よかった、メンバーになれたよ。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。本当にもう1ヶ月だけでも、気持ちだけでも本当に嬉しいから、無理せずにね、大変な時は解除してくださいね。まあそんな感じかな。他にみんなからこういうのやってほしいとかってあったりするんですか？まあいい機会なので、よかったらある人は聞かせてくれますか？もうちょっとこういう配信増やしてほしいとか、お風呂が時間遅い方がいいとか。難しい。お風呂が沸いた時の音ってどんな音でしたっけ？どんな音だったかな？覚えてないですね。まあラジオはもうちょっとやっていきたいですね。ラジオ好きな方は多いということで、動画形式とかでラジオを出していったりとかね。ちょっとお風呂は行ってきます。行ってらっしゃい。名前色変わるんだ。あ、そうそう、名前ちょっと変わるんですよ。お、おみそさんこんばんは、いらっしゃい。でででって弾いたらびっくりして起きちゃうダバリュー。みんなが起きないような静かな曲にしますよ。アンダーテール？アンダーテール？どんなゲームなんだろう？アンダーテール？名前だけ聞いてるな。アンダーテール。初回ラジオ配信頃から大丈夫変わったね。今のも素敵ですよ。だいぶ変わった？お布施。おお、ありがとう、500円。こんばんは。いらっしゃい。シンプルに王道 RPG は。いや、深夜にやろうかなって思ってるんですよ。ナイスパです。うわー、ナイスパ、ありがとう。やってほしいともです。アマングアスね、やりたくて入れてるんですけど、誕生日おめでとうございます。やる人がいないんですよ。わ、赤丸さんもこんばんは。どうですか赤丸さん、ちょっと見た目バージョンアップしたんですけど変わりましたか？時間遅いと来る頻度めっちゃ下がるよ。時間は、まあ19時はそのままで行って、ナイスパ。
ナインスパーありがとうございます。おわたってなんだろう、おわたってなんだろうか。誕生日おめでとうと言ってもらえたら嬉しい。そうっすね、まあアマングアスはやってみたいですけど、やるメンバーがいればですよね。あれ一人じゃできないでしょう。で RPG は深夜にねやろうかなと思って、まあ例えばドラクエとか FF とか、あとレトロゲーとか、あとデュオリンゴデュオリンゴ覚えとった、デュオリンゴ覚えてた。みんなデュオリンゴって知ってますか。あの英会話をね覚えるというか学ぶアプリなんですけど。ナイスパナイスパナイスパいただきました。それを私がどんぐらい上手くなっていくかを時々動画にしてあげるっていう曲であるんですよ。初音ミクの歌です。まあピアノとかねできるようになったらもちろん。トルコ行進の曲。昔オワタソングっていうのが流行ってたんですよ。オワタソング、アマングアスやるなら誘ってください。アマングアスね、そっちはねまだやったことがないので、やったことないというか見たことある程度で一緒にやる人がいないんですよ。まあ、そこら辺はね。絶対にやってはいけない音楽、お気の毒ですが冒険の書は消えましたの時の呪いを受けた時の何そのコアな、コアなやつは。そんな曲が悪いんですね。まあでもピアノがもうちょっとね余裕で弾けるようになったら、まあリクエストとか受けながら練習して弾けるようになったら発表していくような配信とかね。ではお風呂は行ってきまして。あ、ありがとうございます。お風呂行ってきてください。ゆっくり入ってきてね。まあ RPG は深夜とかにいいよね。お誕生日おめでとうございます。お、ありがとうございます。楽しい配信をお待ちしています。しますよ。まだまだ配信楽しくパワーアップしてもっと面白いことをやっていけるように頑張るぞ。ゴンギツネさんの深夜のお供にもなれるようになるぞ。チャルメラテレレレレテレレレレレですか。そうですね。ドラクエさんファミコン版のトラウマです。え、何ですか。じゃあ猫踏んじゃったから始めましょう。猫踏んじゃったね、今も弾けるんだけど。お誕生日おめでとう。わ、ありがとうございます。お味噌、味噌はめちゃくちゃ久々に遭遇した。元気、よく気づいてくれたね、この誕生日配信に。最初一瞬誰かと思ったわ。これ同級生ですね多分。リーちゃんとお味噌、味噌は私の同級生ということで、よく気づきましたね、ありがてえ。そうですね、まあピアノとかねもうちょっと復旧に時間かかりそうなんで。ゆずきちゃん、お誕生日おめでとうございます。あ、うささんありがとうございます。お忙しい中顔を出してくれて本当にありがとうございます。今日ちょっとバージョンアップして服とか変わってちょっとパワーアップしたんですけど、見慣れてない人にはねちょっと違和感あるかもしらんけど、今のところなんかね馴染んでるらしいので。40代でないとわからないトラウマ。私わからんわ。コンビニ入るとピアノでファミマの音出してほしいだバリュー。あー、そういうのできたらいいね。お誕生日おめでとう。まあ、ありがとう。よく覚えてたね。よくみんな覚えてましたね、私の誕生日10月15日だということ。ちなみに昨日お母さんに誕生日おめでとうってメール来て、いや明日だろって思ったんですけどね。お母さんが一日誕生日間違えてたらしいですが、はい。そうそうだ、ここでねちょっと人増えてきたんで、ちょっともう一回可愛いデザイン、リーちゃんも来てくれて、デザインした方も来てくれたんで、もう一度お見せしときましょう。これ今遊びに来てくれてるリーちゃんがデザインしてくれたやつで、コップとね T シャツ出てるんで、よかったら見てください。笑った笑った笑った草、あ、そうか、笑ったって笑ったって書いとったんか、私。草に後から変えときますね。まあでも、麻雀大会またでもやりたいですね。年末年始か、お正月。まあ年末年始みんな忙しいか。お正月とか、やりますかね。ゲームの配信もやるんですけど、もうちょっと料理とかピアノとか、プラモデルとか、もうちょっとね。元気。お誕生日祝えてよかった。ありがとう。
本当に嬉しいわ。もうずっと仲良くしてほしいです。これリーちゃんがねデザインしてくれたんですよ。おみそさんめちゃくちゃ上手で、ちょっと邪魔なんで上置きましょうか。ちょっとね、そうだ、プラモ見たい。プラモ見たい。そう、プラモね、来週の土曜日はプラモデル配信の予定と。福袋やっときますボトンには名前すら間違えられてる。お正月の福袋ですか。え、お父さんにな、全然ちょっと惜しい名前、それとも全然違う名前と間違えられてるんですか。なん、どんな風に間違えられてるんだろう。ファミコン版ドラクエさんのバックアップシステム、セーブ機能、貧弱だったので、タイトル画面が出ないだけタイトル画面が出ないだけで、カセットの接続不備でデータが全て消えるという恐ろしいトラウマがあったということでいや、それやったことないですね。でも懐かしのレトロゲーのピアノの曲を深夜にこうポロンポロン弾いてみんなを寝かしつけるとかね。 FF7 やってほしい。クラウドだっけ、クラウドかな。 FF9-10-8 はやったけど、7ってあんまりやったことない気がしますね。やってないかもしれない。もうちょっとねピアノは再開して上手くなってきたら。兄の名前とごっちゃになってる、わかるわお兄さんの名前そんな似てるんですか。ファミコンあるある、ファミコンあるある。カセットフーって吹くんでしょ。いや、どうやら PS3 の初期型を買うと1と2と3と全部プレイできるらしいんですよ。で、それと PS5 買えば全部できるっていう。あ、やっぱクラウドか。え、スコールが私は結構好きだったんですけど、スコールマイナーなんでしょ。クラウドとかが一番人気あるでしょ多分ね。まあ、そこら辺のコアなゲームとかはね、マイクラサバイバルね。この前もサバイバルやらないのって言われた時もあったんで、そうですね、マイクラサバイバルね、ワールドを分けるか、今のワールドをサバイバルに変えるか。スコール取りなだったっけな。スコール、そうそう、スコールだ、スコール。リノアって黒髪のね、長い人ね。あと、FF タクティクス。だ、結構そういう古いゲームとかね、レトロゲーとかね、やりたいなという気持ちはあるんですけど、そういうのはね、深夜のディープな時間にやっていこうかなっていう風に今をね、思ってるんですけど、そこら辺準備して。FF7 は、FF の転換期。PS5 買うなら7リメイクがまだ出るからね。5はね、まあもう買いたいんですけど、先にレトロゲーとかやりたいので今 PS3 を中古で狙ってるんですけど、 PS3 の中でも初期型はやっぱり1と2のソフトができるからか、めちゃくちゃ値段が高くてですね。お店には使えるってあるようですが、予定はありますか。あ、さっさと話が終わるようだったら枠変えて、スイカかテトリスかマイクラかなんかやろうかなって思ってたんですけど、枠ちょっと変えますか。どうでしょう、別でやってほしい。そうなるとマイクラがさ、クリエイティブとサバイバルと週に1回ずつしか進まないけどな。自分保育園の時クラウドの真似して剣を回してたないいね、いいね、ピュアで。 PS4 で1から6まで入ってるやつ買えるよ。あ、そうなんだ。じゃあそういうのを買うしという発想もあるか。マイクタ、マイクラやってほしい。ドラクエやるならまずは王道のウトシリーズ123、123ね。まあ、深夜にそういう単調なグッズとかね。公式グッズ可愛いの。あ、可愛いでしょ。これはリーさんがデザインしてくれたんですよ。おみそさんもしている、可愛いでしょ。これだいぶ普通にデザイン可愛いやつにしてもらったんで。7のリメイクなら声優いる。マイクラサバイバルは全然やらないな。
あ、そうなんだね。まあサバイバルでみんなで何かを取りに行くのをちょっとついてきてもらってみんなでやるっていうのもありだよね。なんかでも配信がね、まあ龍が如くが原稿に追いついたら他のやつを考えたいなと思ってる。今週2で龍が如くをやってるんだけど、原稿の一番最新が終わったらそこはワクワクじゃないですか。そこをまあマイクラだったりなんか他のやつに。こんばんは。いいですね。あ、ヤマロンさんこんばんは。ドラクエも見たい。あの今あのチャットいただいチャットというかコメントをいただいたヤマロンさんが私の髪を手掛けてくれたクリエイターさんです。めちゃくちゃみんなから好評です。ヤマロンさん嬉しいよ。もう全然違和感ないと言われました。嬉しい。作っていただいて顔まで出していただいて本当にありがとうございます。新しくなりましたので力貸していただきましたそうですね、まあ、結構ドラクエFF はね一本のプレイにだいぶ時間かかるじゃないですか。なんで深夜とかにしっぽり進めていく感じか。え、私キングダムハーツやろうかと思ってたんですけど、キングダムハーツは需要ないですか。よかったです。いや本当にありがとうございました。私もなんか根気よく手直ししていただいて、さっき後ろ姿もみんなに見てもらったんですけど、髪がめちゃくちゃ綺麗に揺れてると言ってくれました。ありだね。あり？キングダムハーツもあり？なんかね、夜中なんかやっていきたいなと。ファミコン版鬼畜しよう。うわー、もうこれめっちゃ時間かかるもん。そう、ヤマロンさんがね丁寧に丁寧に作り上げてくださって、もう間に合えばでよかったんですけどね。自分は好きです。あ、好き？間に合えばで十分だったのにちゃんと間に合わせてくださいましたね。助かりました。なんかいろいろ新しくなれて、グッズも出してメンバーシップも解禁して充実した誕生日になりましたね。まあおいおいですかね。深夜のコンテンツはまずそのさっきが1から何本まで入ってるやつに買うか、キングダムハーツとかやるか。キングダムなんちゃらよくわからない。あ、そうなの。ディズニーの RPG みたいなやつ。あ、キングダムハーツ知らん。キンハー配信できないんじゃない。あ、いや、なんか調べたんだけど配信ゲーム機能ないですよ。してる人も結構いたと思うけどな。え、そうなんですか。え、キングダムハーツってセーブ機能ないんですか。あ、さっき言ってたドラクエかな。なんか今日はいろいろ詰め込みセットなんですねそうそう、今日はいろいろ詰め込みセットでちょっと告知とかいろいろさせてもらって、まあ、誕生日までをめどに収益化を目指してたんですけど、無事達成した、ありがとうっていうふうな報告やらなんやらの配信です。まあ、キングダムハーツはもう今一度ね配信していいか調べる必要あるんですけど、調べてやっぱダメみたいってなったらやれませんけどね。今後の目標とかやる予定っていう話に今移ったので、深夜にそういうなんかだらっとしたゲーム、レトロゲームとかをやりたいっていう話を今していたんですけど。知らんです。あ、そうなんだ。結構物語とかグラフィックとかが良くて人気あるゲームだと思うんですけど、まあそこら辺はやっていたり、ピアノが慣れてきたらピアノを配信したり。ドラクエですね。復活の呪文という復活の呪文そうですね。まあもうそうですね、8時ぐらいになったということで、今日はお知らせなどの誕生日おめでとう枠はこのあたりまでとしまして、このあと22時ぐらい前後までにはなってしまいますが、もう土曜日じゃない、日曜日はいつもマイクラやってますので、じゃあ枠ちょっと変わって休憩した後に。メタルスラップとかは難しいか。え、それは何のゲームですか。筐体は何でしょう。3ヶ月に1、2回ぐらいの恋愛衣装は来るんですか。どうなんでしょう。まあ今でも衣装なん前の今までの服も一応あるっちゃあるんで、衣装は3、4着ぐらいはあると思うので、それ以上にレアの衣装ってあんまないかもしらんけど、まあ、またね衣装変える時もあると思いますけど、
まあ、年内もうちょっと盛り上がってスピードアップしていけるように頑張りますので、今後ともみんなね暇な時に見てくれるだけで十分ですので、よかったらちょっと私のことをそばに置いていただければと思いますが、自分がデルデルデですってリプライ送ってきます。ありがとう。マジでイブキさんおめでとうございます。ありがとう。ということでみんな今日は誕生日配信に合わせていただきありがとうございました。メタスラは移動型シューティングですね。はあ、シューティング系やったことないんでね、新しいジャンルに挑戦してみるというのも全然あり、全然あり。着ぐるみイブキさん希望。着ぐるみですか？着ぐるみなんかクマとか？わー、スペランカ難しいでしょう。理不尽を体験してもらいたい。いやもう理不尽なのも、はい、もう理不尽なやつ深夜にやるんですか？深夜に理不尽なのやるの？いやありがとうございます。改めて誕生日その他もろもろおめでとうございます、はい、皆さんありがとうございました。さあということでアーケードゲームにあったんだけど、はい、筐体何かしらあったと思う。ーかな、ちょっと調べてみましょう。スプラーンですか？正月は巫女さんになって。では、後ほど。ということで、ちょっと今からお花畑休憩を開きまして、設けまして、まあ、何時だ ?30 分ぐらいから1時間半程度になりますが、急遽マイクラの方もやりたいと思います。あの、マイクラやってない方は雑談でもしに、暇だったら来ていただけたらと思いますので。ということで、誕生日配信は、ここまでということで送っときました。あ、ありがとう。ちょっと後から見ますということで、お花畑に行ってまいりますので、マイクラやりたい人は班に待機をお願いいたしますということで、ありがとうございました。誕生日配信本当にありがとうございました。もろもろ発表も予約できてよかったです。お疲れ様でした。季節ごとの衣装で年限とかいいかもですね。